会津若松市七日町通り。コロナ禍で客足が遠のく観光地の一角に構える古書店があります。ここかな、ここで買ってった本がきっかけになって、なんか最近結構読みに来てるんですよ。他の保育に関しての本があればなとか思ったりしたんですけど。去年7月に開店した心堂。小説や専門書などおよそ2000冊が並び、無人で24時間営業を続けています。料金は本に貼られたシールの色で決められ、このガチャガチャで支払います。カプセルの中に入っているのは、子どもたちが書いた感謝の手紙。どういうことなのでしょうか。まあ、支援したい古本だとか、CD だとか、DVD だとか、まあ、そういうもんでもよければ、持っててくれっていう話がね、あちこちから来たんで、その売り上げを、寺尾焼きっていう宿題カフェ のおやつ代だとかお弁当代に当ててるってことですね。人々の営みに触れるシリーズコロナ禍の人間模様。今日はコロナ禍の観光地に佇む古書店でカメラを回しました。午後2時半、お店に一人のお客さんが入ってきました。東京都在住の佐藤大仙さんです。あんまり来ないですけどね。東京はもう親がいなくなったもんですよ。こっちの方も空き家になったもんですかね。アパートを借りてたんですが、そのアパート引き払わなくちゃならないもんで、その片付けみたいな感じで来てたんですよ。亡くなった母親の実家を弟と一緒に整理している佐藤さんが、数十年にわたって愛読しているのは三島由紀夫です。授業が始まるときに、今三島が死んだとこういうなんか言ってきたのが強烈覚えてますね。そういう事件が あれから読み始めたもんで、社会に対して果敢に一石を投じる三島の姿に魅了されたという佐藤さん。戦前に陸軍が起こした226事件を描いた小説夕刻がお気に入りで、この後店の近くにあるゆかりの場所を訪れるといいます。やってきたのは三島さんが226事件の取材で訪れたという渋川問屋です。事件に関わった思想家渋川善助が幼少の頃を過ごしました。実際来てみてとりあえず良かったですか。良かった良かった。続いてはこちらの男性。10冊以上買ってるかもしれない。近くに住む小林和彦さん。コロナ禍で生活が大きく変化したといいます。家にじっとしてる時が多くなっちゃって、ここかな、ここで買ってった本がきっかけになって、なんか最近結構読みに来てるんですよ。その一方で、孫たち連れて遊びに来る予定だったのがもう3年ぐらい来れない。なかなか会えない日々も寂しいというか悲しいというか。そうね、そういう意味だよね。まあお互い様だからそれはもう早く収まってとは思ってるけど、なかなか収まらないですよ。なかなか。この日も本を2冊購入した小林さん。大切な家族に会える日を夢見てお店を後にしました。ありがとうございました。すっかり日が沈んだ午後6時半、お店に若い男性がやってきました。普段かなり通るんですけど、この通り。でもここ寄ったことなかったなと思って、やっぱ保育に関しての本があればなとか思ったりしたんですけど、はい。喜多方市出身で宮城の大学に通う小沢源さんは、ある競技に打ち込んできました。僕、冒頭部、想定部に入っておりまして、
ボート競技で高校時代は国体に出場、大学でも全国大会で優勝するなど第一線で活躍してきました。華々しい成績の一方で勝負の世界の厳しさに触れ、新型コロナの影響で活動の休止を強いられた時期もあり、精神的に辛い日々を過ごしてきたといいます。そうした時に心の支えとなったのは大学で出会った子どもたちでした。ボートやってて結構しんどかった時とかに、その大学内に託児所みたいなところがあった先生方に、そこで子供を見るたびにちょっとやっぱ元気もらえたりっていうのもあったので、嬉しいなろうなというふうに思いました。小沢さんは4月からは地元で保育士として働き、子どもたちに寄り添いながら高校でボートの指導に当たります。なくても子どもたちが自発的に動けるようになるような保育ができれば、それぞれの思いが行き交う小さな古書店心堂、人に会いづらい時期だからこそ本の言葉が響く日もあるかもしれません。心堂の明かりは今日も訪れる人を包み込むように灯っています。